変わった姿、そろそろ変わる。みなさん、こんにちはー潮のみ、はじめです今回は、びっくり、シャレルキに合わせにいる電車、K-800 について今回紹介していきます。関西の特に京都とか市街に住んでいる方だったら当たり前かもしれませんが、特に関東から見ると高電車、異常と言ってもいいぐらい恐ろしいです。東でも特に、新越本線の昔の姿を知っている方、まあ、長野新幹線ができる場合ですが、その頃を知っている人からしたらとんでもなく恐ろしいです。 今回はこんな恐ろしい軽波800系列車。なんかもう恐ろしいばっか使ってますが、本当にやばいです。この電車について今回は発信していきましょう。ちなみにこのチャンネルでは鉄道関する情報を毎日発信していきますので、興味があったらぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。では早速行きましょうか。今回のカオス電車、生まれるきっかけを知ると、なんでこんなカオスだったのかがよくわかりますので、まずはこの誕生経過を紹介します。この電車自体は1997年に生まれました。 この発表記念書が作られた理由は、2つあります。一つ目は、京都の地下鉄搭載線に直通するためです。搭載線といっても、関東でありません。京都です。帯の色は赤いです。関東搭載線はめっちゃ混んでますが、京都搭載線はあまり混んでないらしく、むしろなんか赤字という噂を聞きました。まあ、こんな感じで、関東の搭載線とは違いますからね。まあ、とはいえ結局地下鉄なので、地下鉄沿わせた企画で使いました。またもう一個理由があります。それは、1500ボートに昇圧通過です。 高電車は京神線っていう路線に導入されますが、もともとは河川電圧そんな高くなかったですが、今回のこの搭載線直通によって、まあ、河川の電圧を上げないといけなくなった。まあそういうことですね。結果としてこの二つの事情、要は直通運転とあとは電圧の向上、この二つに対応するために今回紹介する高電車を作りました。まあとはいえ電圧の上昇については一応、これまで走っていた電車についても一応対応させました。まあ対応はしましたけれども、なんだかんだ言ってこっちについては、 まあ、600系とか700系ですよね。高電車たち、一応、基本的には貸し切りのみとい扱いになっています。まあ、そんな感じで、基本的には今、800系が運行しますね。しかし、この800系が走るか、京神線と、あとは地下鉄搭載線、両区間を走りますが、この両方ともものすごい癖が強いです。まずは地下鉄搭載線。この地下鉄搭載線は、AT を積んだ半自動運転的な感じで運行しています。ワンマン運転をしますので、当然 AT とかが必要です。その一方で、京神線は、路面電車のように、 一般的な道路と一緒に走る区間があったり他には登山路線のように急勾配をガンガン登ったり下ったりする区間もありますまあそういうことからか,かなりこの電車結果的にすごい構造になりました次はこのカオスすぎる高電車の素顔を紹介していきましょうこの電車は東西線直通するということもあって16.5メートルの車体値を持っていますそしてなんとこの電車4両編成で運行しますそのため高電車の全長はおよそ60メートルちょいそう60メートルちょいです これ正直言って、かなりやばいと思います。なぜかというと、そう、この長さで京神線の、あの路面電車みたいな、平用軌道下を走っちゃいます。ただ実を言うと、車両長さが60メートル超えで、この平用軌道を走るというケースは極めてまれで、普通はそういうことはあり合わせる。理由はちゃんとあります。京神線は一応、なんか書類上は、軌道法として扱われています。そう、軌道法です。そう、この軌道法っていうのはつまり、路面電車という扱いです。 なので、路面電車のルールが普段は適用されます。この路面電車のルールとしては、こういうものがあります。例えば、軌道運転規則。今回特にこの軌道運転規則の中の、とある文がちょっとやばかったりします。高高い第46条っていうのがありますが、この第46条っていうのに次のな文明があります。なんと、電車の長さは計30メートル以内しか気が開い。一応、車両故障の際の、救援列車とかそういう場合は一応なんだかんだ言って、大丈夫らしいですが、 それ以外の場合は原則として30メートルより短い電車に走らせる必要があります。ちなみに一応言っておきますが30メートルといっても、これは連結した場合も含まれます。例えば10メートルの路面電車が4両繋がって合計40メートル。この場合も NG です。こういう感じで基本的にはこれ弾かれますが、なんと今回のこの800系電車、思らしてください。なんと全長は60メートルちょっと長い。そう、さっき紹介した30メートルの倍以上あります。そう、もう遅しいぐらいオーバーしています。 じゃあ、高電車は法令ハンだ。マナーハンだ。ルール違反だ。そういう風に思うかもしれませんが、一応高電車ちゃんと特別な許可をもらって運行しています。なので、一応穴館内って許可をもらっているので、大丈夫だったりします。ただ、やっぱり、道道路線にこんな長い電車が走るっていうのは非常に珍しいですよね。なので、高電は非常にカオスと言えます。ここだけでも掃除機って、やばいと言えますが、他にも高電車、やばいところが続きます。続いては、この他のやばいところについても紹介しましょう。 さっきのあの軌道だけで正直お腹いっぱいになりそうですが、まだまだこの話はありませんよ。そう、なんと、軌道だけでなく、高電車、登山的な面でもやばいです。なぜかというと、高電車、そう、登山列車としても運行するからです。さっきも言いましたが、京新線は一応7カー台って、山を登ったり下ったりするかがありますので、その区間では登山線として実質運行します。では、どれぐらいきつい区間を走るのか。その答えとしては、最大パービル数で脅威の数字があります。なんと、61パービルも出ます。 これは非常にすごいパーミル数で、なんでかっていうと、実はこの急勾配差、第3位でした。1位はちなみに、大井川鉄道の井川線。ただ、あちらはアプト式なので、まあ、普通の鉄道でありません。第2位は、箱根登山鉄道線。名前に登山鉄道と書いてるぐらい、やっぱり坂道をガンガン登りますが、とにかくやっぱすごい人でありますね、あれ何せ、アプト式以来、普通の電車が、80%ビート勾配で登ります。特に、補機もつきません。もう、化け物と言ってもいいでしょう。まあ、こんな感じで、特殊な二路線には残念ながら負けましたが、とはいえ、第3位というすごい数字を持っています。 ちなみにこの61パーミル、どう,いうだけきついのか、具体的に紹介しましょう。薄い峠っていう、もう、鉄道ファンには有名かもしれない、あの超急勾配な坂がありますよね。あの坂、なんと66.7パーミルありました。今でこそちょっとは、坂がきつかったり、補給をつける。今ではそういう光景めったに見ませんが、いわゆる、電車の前になんか、機関車がついて、その機関車が電車を引っ張っていくという運行祭です。こういうことが実際にあるぐらいきつかったです。普通に考えて電車って、自力で坂を登っていきますよね。 普段走っている車鉄とかもみんな GK 坂を登っていますもちろん今回紹介している K 阪800系も GK 登りますですが薄い峠あまりにも勾配がきつくしかもその勾配感が結構長いことから補給をつけていましたというかそもそもの橋補給をつけないと本当に登るのがきつかったですその結果電車でさえ補給をつけないと登りきれないっていう超きつい坂に有名でしたちょっと痛いですが今でも走っているかもしれない185系電車高電車は実を言うと未だに薄い峠を登るための構造が残っています 一応こんな感じで、ごくわずか、薄い峠を登っていくための構造を持ったりして走ってますが、まあとはいえさすがにちょっともう結構月日も経ったので、あまりそういう構造が残っているかというと、やっぱ薄い峠を付近に帰るとその雰囲気はわかりません。とはいえ今回紹介しているこの京神線、さっきも紹介したように勾配は61%ビューです。薄い峠とは違って、急勾配がずっと続くというわけではなく、少しのあれだけ、この急勾配があるって感じですが、でもその一方で、その急勾配の前後にも、急カーブがあったり、あとは、 普通に勾配があったりと、やっぱり走りにくいことに変わりはありません。特に急カーブを通るってことは、速度が低い状態で坂を登ります。勢いをつけて少しずつ減速しながら登っていくというスタイルは通用しません。そのため結果として、高電車、勾配を登っていくという作業が結構大変だったりします。特にやっぱり勢いをつけず、助走もほとんどなく、そこから登っていくというのは、難易度が高いと言えますよね。その結果、高電車には、急勾配を意識した超高精度なモーターがついています。 地下鉄直通とはいえ、やっぱり軌道法とかそういうこともあったのか、ちょっぴり小さめ車体。その結果として、車両の大きさが小さいため、モーターの出力は 90kW でした。その開口電車だと、全電動車です。そう、4M0T。ケーキみたいに自然動機のパワーが高いくせに、全 M というちょっと変態ではありませんが、とはいえ、やっぱり急勾配対策として、粘着力を高めつつ、それでいて安定してモーターを回せるという感じからか、きっちり全てが電動車になっています。 モーターのスペースの都合上かもしれませんが、一応なだかんだって、一応あたりのモーターの出力は弱め9 9 w って感じですが、いっぱいつけた結果、なだかんだってパワーは 1000kW を超えています。平成出力全体で。東西線で実を言うと、ミニチカルツという企画で、実はかなり小さかったりします。こういう事情が実は変わってたりしますので、かなり電車の運行は大変でしょう。またもちろんブレーキシステムについても結構対策されています。やっぱり下る際もなだかんだ言って、ブレーキが弱かったりすると、 止まりたいのに止まりない。こういう問題が起きますからね。そういうことを配慮した結果、一応ブレーキシステムとしては、結構従来よりも、勾配だったり、あとは天候へ変化。こういうように強い方式を採用しています。またこの副作用かは知りませんが、なんと、偶然にも、この結果として、路面電車を使う程度、低速域のブレーキが効きやすくなる。そういう利点も地味につきました。まあこれはある種、だかはまたもち的な感じかもしれませんが、とはいえある意味でなんだかんだ言って、坂道を対策したら今度はなんと、路面電車の対策も着解できちゃった。 そういうある意味二度おいしいこともありましたさっきから登山だったり路面電車だったりかなりすごいことになっていますが高電車他にもすごい点がありますそれは比較的小型の車体で地下鉄直通にまで対応しないといけないという点ですこれがいかに変わかわさうか答えとしては床下に詰める機器の限界がきますなんでかっていうと今回紹介する搭載船はワンバー運転をしますもともと近視船も後にワンバー運転しようと思っていたので高電車はワンバー運転の機能をつけましたその結果として、 東西線とかで使う ATO 機器だったり、あとワンバウ運転する際必要な自動放送装置、こういったものも付きますが、さっきも紹介した通り、高電車はもともとワンバウ運転する以前に、登山だったり他には路面電車の運行等で床下機器を多く使います。そのため、スペースが非常に限られます。このため普通にひねりもなく単純にパーツを配置していったら、そもそもの端、パーツが置き切れません。キャパオーバー。残念ながらスペースが足りません。そういうことからか、結果としては、 まあ、驚くべき方法で対処しました。その対処法としてはもちろんいくつかあると思いますが、その方法の一つに現れているものとしては、やっぱり VVVF が IGBT という点でしょう。この電車は1997年に一応使いましたが IGBT です。IGBT が普及したらもうちょっと後、だいたい1998年とか9年後でしょうかね。だいたいこの頃くらいから結構本格的に採用されていきました。ちょっとこの電車はフライング気味で VVVF を IGBT しますが、なぜでしょうか当時は IGBT 実用よりと結構高いです。 なぜかというと、IGBT 都市自体が結構当時は高価で、なかなか使わなかったからですね。実際、K 阪も初めて IGBT を使ったのが高電車です。でもなんで IGBT を採用しちゃおうか理由はいくつかあります。例えば、サイズとか。一応なんかなか言って VVVF って、IGBT 化によって小型化できます。まあもちろん、物により系なんで、絶対とは言いませんが、とはいえやっぱり小型化しやすいのは事実です。他には発熱が減るので、トンネル内の温度上昇を抑えられます。これもある意味で、 地下鉄搭載線直通する。このコンディションから考えたら結構メリットになりますよね。そしてこういう風に足回りを極限場に詰め込んだ結果、電車のコストが半端なくなりました。なんと高電車1平成あたりの購入価格は驚異の約2億円。ちなみにこれ1メートル単位直すとおよそ1200万ちいぐらいでした。その一方で皆さんも知っているかもしれないあの超高い鉄道車両、新幹線ですね。高電車は1メートルあたり驚異の1200万とはいきません。もうちょっと安いです。 まあ500系新幹線が大体1200万くらいでしょうか500系新幹線は特殊な構造が多いために結構高いですが A700 系のようにそこまで徹底的に特殊さを追い求めればどちらかというと汎用性を求めた新幹線についてはもうちょっと安くなっていますもちろんそれでも結構高いですけどもねでもやっぱり考えてみましょう京阪800系列車これは新幹線ではありません普通の在来線の電車ですしかも下手したら路面電車です路面電車の電車がこんなに高い恐ろしいと言いますよね幸い作った編成数はそこまで多くなく 8平成計32よりも待ってますが、とはいえやっぱりそれでも結構お金がかかっています。こういうことから、高電車は超高級車両として有名です。ちなみにこれ、軽半公式で一応ならかだってめちゃめちゃ高い。下手したら日本一高いんじゃないか。そういうことを自慢してました。まあ自慢というかどちらかというと、報告かもしれませんけどね。まあとはいえその一方で、こんな感じでめちゃめちゃ高い。これは恐ろしい事実と言ってもいいでしょう。また、意外的かもしれませんが、普通高生車体で高電車は作られています。意外にもアルミとかは使ってません。併用機能を走れてるということで、実を言うと車体が、 車にぶつかった時にも修理しやすいように、あえて普通の構成車体、こういうものを採用しています。また車内では先頭車部分だけクロスシートがついています。地下鉄なのにクロスシート、これも面白いですね。京阪800系、導入開始後は頑張って、共振線そして登場当初からのこの青いデザインを取って活躍をしました。しかし最近になってくるとデザインが変更され始めました。こういう風に緑の京阪の皮になっていきます。そういう感じで、これまでのあの青い京阪は、 消えていくそうですどうやら公式業と2020年の11月の頃くらいになんか見納めらしいですね。残念ながらそういうことがなんか言われているそうです。導入当初はそこまで大きな変化がなくせいぜいワンマン運転を軽心線とかで始めるとかそうぐらいの小規模な変更が多かったですが、ここに来てようやく大規模な変更、この塗装変更がついに始まりました。というわけでなんだかんだ言って最近になって大きな変化をしています。というわけで今回のお話でまとめです。 今回は K-800 系について皆さんに紹介しました。K-800 系は元々なんか電圧を上げたいとか他には東西線直通を踏まえた上で使いました。しかしながら京神線はとにかく勾配がきつかったり、他にはワンマン運転のためにワンマン運転等の設備をつけたりとか、もうとにかく足回りがきつきつで、おまけに変容軌道ということからかなり特殊な設備もいっぱいついています。こういうことかか、高電車は新幹線並み下手したら新幹線を超えるぐらい高いです。さらに言ってしまうと高電車、 軌道法を違反しているというとんでもない特徴を持っています。もちろん軌道法を違反しているとはいえ、なんだかんだ言って特例を受けているので、別に法律違反ではありませんが、こういう普通30メートルの軌道法の路線に、なんと突然、この60メートル超えの超でかい電車が走るという光景は異常というでしょう。実際なんかドライバーさんも初見で見ると結構ビビるらしいです。車の運転をする際には十分気をつけましょう。とはいえ、これでも電車の法数は結構しっかり確保されているので、まあ、ある種すごいですよね。というわけで今回はこんな感じで、 カオサー電車、K、阪8 0 0系を紹介しましたがどうでしょうかこういった感じで私は鉄道に関する動画をどん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 投稿していきます。興味があったらぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。また面白い方は高評価あたり、あとはこの動画を最後まで見ていただいて、クレービーというタグをつけてコメントを書いてくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ